早く夜が明けんかな。早く夜が明けてくれんって、その辺からボコボコさ、ボコブリンかっこ骨が出てくるけん。あれか。ん？ちょ待って。ってかだいぶ遠くね。なんかだいぶ遠くね。あ、でもそっか。倒れた場所、ここガーディアンおったとこやけん。これさ、ちょ待って、ここはどこだい？え、ここはどこ？なんかあれ動いたよね。デクナッツよね、きっと。あ、ここあれか。なるほどね。遠回りしていくしかないってことかな。じゃあ、裏手の方から回っていく？どうやったら裏に行くんかちょっとよくわからんけど。とりあえずあの辺登ってみよっか。あの辺、どうやろ。でも裏手に行ったらあの辺に出るってことよね。あー、鳥に乗って飛んでいきたい。それはさすがに無理なんかな。この辺、うわー、なんかいっぱいおるわ、ボコブリン。ん？あ、びっくりした、ボコブリンかと思った。違うね。ガゼルかなんかやね。とりあえずあの辺の崖登っていって、で、崖の上の方からシューッとパラセールで降りてくるっていうことは不可能なんかな。ほら、せっかくもらったパラセールもさ、活用をしていかねばならんのじゃないかなと思うんやけど。その辺どうよ。どうなのよ。待って。待って。大丈夫？逃れた？逃れられた？びっくりした。岩陰にって思ったのに。まさかあの岩が、ボコブリンの巣やったとは。ねえ、めっちゃびっくりしたね。あの辺の絶対キースじゃない？絶対、ただの鳥の大群じゃないよね。何これ？え、これ何？ちょ、待って。これ光り輝いとるよね、確実に。なんなんやろ、これ。え、呼ぶなし。あれ破壊したらなんかあるんじゃないかな？ないんかな？とりあえずなんかワープできる場所を作っておきたいなっていうのがあるんやけど。どうやろ。とりあえずここ行こっか。ここ行って頂上に登ったら多分、あれじゃない？双子山の塔。え、待って、これ、たどり着く前に多分死ぬわ。え、たどり着く前に多分、ほら。何、あっこ、どうやって行くの？とりあえず、ちょ、待って。なんか鳴らされたんですけど。この岩の上で休憩した方がいいんかな。なんか石投げられたりする、私。何？どこよ、君らいるの。そんなとこで気づいたから何なのよ。え、思わん？そんなとこでさ、気づいたけんって別に、こっちまで攻撃しに来ないでしょ。さあ、とりあえず、これで、
これで上まで上がっていくか。上ま、多分頂上まで行ったら、あの、何？ワープポイントに設定されるんじゃないかと思うんやけど。多分ね。多分ね。よいしょ。なんかあれやな、これ使って上がるのさ、めんどくさいね。これ使って上がるのっていうか、多分上がったことがないけん、めんどくさいね。どこ次の上がる場所わからんねえけど、とりあえずこの岩の上にでも上がる。え、いけるかな。あ、映れた映れた。ここで休憩できる。ふう。あ、こっち側に移れるやん。結構高いかな。で、これでさ、一番上まで行ったところで、別に、今度は一段ずつ一段ずつ降りていかんでも、パラセールでシューって降りていけるやろうし。あ、てかこれで結構、この塔でさ、上の方まで行ったら、横の山にもパラセールで飛び移れるんじゃない？ああ！あぶねえ。ちょっと焦った。若干焦ったパラセールあるけど。ちょ、待って、今のまだ行けてなかったんか。クソ、時間のかかること。上まで行きたいです、早く。上までポーンって飛んでいけるようなさ、なんかトランポリンみたいなものも欲しいんやけど。それはちょっとさすがに無理か。よし。あの黒い石気になるよね。なんかところどころにあることない？なんなんやろうね。そして、あのガーディアンの場所は一体どのあたりなんやろ。まだもうちょっと高いところかな。そこより上らへんに行けたらその時にはちょっと、パラセールで降りたいんだけど。とりあえず、シーカーストーンの登録をしたい。よいしょ。まだもうちょっと？頂上まで長いなぁ。あ、でもあとちょっとか、ここか。着いた着いた。はい、来たよ来たよ。絶対あんなところに手引っ掛けれんわ。足も。ふぅ、来たよ。これでとりあえず。はい、セット。シーカーストーンを確認しました。シーカータワーを起動します。おー。なんかああいうの動きよったんや。色が変わったー。これでワープできるようになったわけやね。周辺情報の入手を開始します。あ、そっか。マップもこれで正確になるんやね。大事大事、そういうの。はい、来たマップ情報。どれ？どこ？おお、来たよ来たよ来たよ。周辺のマップが追加されました。マップ情報と合わせ新しい機能を追加。なになになに？シーカーセンサー、試練の祠へと導く。到達していない試練の祠に近づくと反応を示す。強く反応する方向へ向かえば祠へとたどり着ける。シーカーセンサーを入手しました。シーカーセンサーはマップ画面で Y を押すことでオンオフ切り替えができます。ふんふん。で、私が、マップを見せろよ。シーカーセンサーが稼働しました。んで、私が向かいたい場所が、ミニマップの横にセンサーアイコンが追加されました。ほいほい。反応する方向へ歩いていくと試練の祠を探すことができます。それよりも先にね、ここに行きたいんだ。遠いなぁ。選ぶ。選んだところでやけど。
あ、これがさっきまで追ったところね。ああ、なるほど、なるほど。なんか、超鳴ってる。あっちの方向か。とりあえず。はっ、てや。思ったよりも低い位置にたどり着きそう。ね、思ったよりもだいぶ低い位置にたどり着きそう。うわぁ、なんか現れたって早速。じゃあ待ってね。はい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 。早速壊れましたけど。はい、投擲やり、投擲やり。さあ、来いよ。シュ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 。待って、もしかしてまだ頭生きてる？大丈夫か。腕はもういらないからさ。この上ぐらいならまだ上がれるかな。びっくりした。地上に降り立った途端に。まあ今夜やもんね。待って、この崖にへばりついてる状態でキースとか飛んでこんといてね。それはだいぶ困るけん。これ回り道になっとんかな？あ、なっとんか、一応。いや、回り道になっとるって言っても、そこまで回り道でもない気がする。待って、早くついて。ギリギリ。ギリギリだな。うーし。その辺から何も出てこん？体力回復した方がいいかな。びっくりしたー。なんかと思ったー。もうやめてやー。試練の祠おかんちはいいんやけど、とりあえずかかりこ村へ連れて行っていただけるかな、私を。早く夜が明けんかなぁ。ね。早く夜が明けてくれんって、その辺からボコボコさ、ボコブリンかっこ骨が出てくるけん。なんかちょっと平和そうな音楽流れ出したけど。ここはどこ？これぐるっと回っとんかな？結局同じ場所とかじゃないよね。うわ、びっくりした。やめてや。鳥やった。めっちゃ普通に鳥やった。超びっくりする。なになになに？確実に何かが動いている。岩ロック、かっこ兄。何、かっこ兄って。兄弟がいるとか聞いてないから。何、向こうにいたやつのお兄さん？向こうのは弟っすか？待って、始まらなくっていいからさ、お兄さんちょっと落ち着こ。お兄さんちょっと落ち着こ。何、いつまで始まってる？待って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 、こっちボコブリンの巣だわ。ちょ、今さ、マジでそういうのいいからさ、かかりこ村へ連れてって。私をかかりこ村へ。大丈夫？もう終わった？始まってない？え？雨の時なら、壁面が濡れている時はよじ登ることが困難になる。なんですって？うん、難しそうだね。ちょ、降りた方がいいかもよ、それ。うん、降りよう、降りよう。とりあえず一旦降りよう。見えてないのか、あいつら。ふぅー。にしてもあれだな。なんだよ、始まりの岩ロック、かっこ兄って。最初のやつ、かっこ弟とか書いてなかったじゃん。お兄さんいるって言っとけよ。めっちゃびっくりするけん。なんか動き出しそうな気がするなぁと思わなくもなかったけど。ね。この辺から降りていったらいけるんじゃない？違う？いや、違うな。多分違うな。でもどうなん？かかりこ村どこ？こっちの方向じゃない？なんかさ、カラ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 音が聞こえるんよね。なんか敵やってきよらん？
あれは？あ、あれはなんか動物か。この辺なんか野生の動物多すぎてさ。多すぎてさ、なんか敵なんだかなんだかよくわからんくなるよね。こっちの方から。すげえ。壁面でそんな動きができるんか。なんかだいぶ近くなってきたんじゃない？これ。ねえ。いけそうな気がしなくもない。うわ、びっくりした。私を焦らせるのやめてくれい。そして転がりゆくチュチュゼリー。ほら、これなんか、裏側に回れたんじゃない？ね、回れたよね。ひえー。でもこっちがなんかちょっと陸つながりになっとるっぽい感じが。何？動き出す？動き出さんよね。なんか、始まりの岩ロック、かっこ姉とか出てこんよね。何人兄弟やねんっていう。兄で終わりも、終わってよ。この辺から行けるんかな？行けんのかな？いや、行けんかった場合がちょっと恐ろしすぎるよね。奈落の底に落ちそうやけんやめとこ。陸つながりになっとるところがあるってことは、こっちの方から行けるかもしれんけん。なるべく陸を、うわ、超落ちそうなんですけど。ね、ちょっとこの雨、いつになったら止むの？止まないの？あー、この辺からちょっと、うお、やべえ。え、こんなとこ落ちたらもう死にますから。この雨よ。どうなっとん、ちょっと。え？え？おったんやけど。待って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 、おったんやけど。ね、なんかあの、普通にガーディアンおったんやけど。どういうことや。この、雨止んでくれ。あ、この辺走っていける。よしよし。何あれ？鳥か。鳥だな。行く人はもう、鳥の羽ばたく音。これいけるんじゃない？どうやろう。さっきのガーディアンは、私が今までやられたガーディアンとはまた別のガーディアンかな。なんかちょっと別のっぽいよね。てか多分、場所が全然違うと思うし。これどうなんやろ、迎えよんかな。お、忍びだけ。かかりこ村はどこでしょう。びっくりした。え、あれもしかして村。え、違うかな？え、あれもしかして。え、あれ村じゃない？え、村じゃないあれ。わからん、わからんけど。村っぽくない？え、もしかしてあんな巨大なの？あんな巨大なの？ボコブリンの集落じゃないよね。だとしたら私超嫌なんですけど。村ですよね。あ、多分村だ。村だ、村だ。あー、やっとたどり着いたよー。ひゅー。え？ほら、かかりこ村。イエーイ。ふぅ。やっと来られた。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。
ます。最初から見てもいいよという方は概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。